本日紹介するのはタレントグラビアアイドルの倉持ゆかさん1991年生まれ千葉県出身倉持ゆかさんは物心がつく前から女体が好きでセーラームーンやキューティーハニーの変身シーンで服が消えるシーンを何度も一時停止して見ていたそうです自身が性に目覚めたのは9歳上の兄の部屋にあった少年漫画ボーイズビーやアイズの影響で女性キャラのパンチラやおっぱいに興奮してしまったようですよ また兄が持っていた『週刊少年マガジン』のグラビアを見て漫画からリアルの女体に興味を持ち13歳の時に自身もグラビアデビューを果たしましたまた倉持ゆかさんは心の中に飼っているおっさんをどう満足させるかという視点を持ちグラビア活動をしているようでそういったエピソードを聞くとまさにグラビアアイドルは天職だったのかもしれませんねしかしながらデビュー以降マネージャーから教わった空手で痴漢を捕まえたことで一時脚光を浴びましたが グループアイドルがグラビア界を席巻していた時期と重なっていたこともあり売れない時期が長く続きました倉持ゆかさん曰くグラビアアイドルはだいぶ売れないと月収20万円もらえないようで本人は駆け出しの頃は月収5000円くらいしかなくお金がなさすぎて4年ほど事務所の台所に寝袋で寝ていたそうですよ2010年の高校卒業後には一浪して多摩美術大学に合格するものの経済的事情により進学を断念過去在籍していた事務所には 下半身デブだから痩せろと言われ続けていたようですが、移籍後にあるカメラマンから、その大きなお尻を生かした方がいい、生かさなかったらただの無駄尻だと言われ、そこからお尻をアピールすることになりました。2013年にアイドルのアナ2013候補生として活動し、私のお尻に入れてくださいとファンに投票を呼びかけました。また、ニッテルジェニックのオーディションの際には、自身のツイッターに大量のお尻画像を投稿したところ、3000人だったフォロワーが1ヶ月で1万人に急増。 以後倉持ゆかさんは尻職人としてブレイクしていくことになるのですが動画が長くなってしまったため今回の動画が好評であれば続編を作成したいと思います続編が見たいという方は是非コメント欄で教えてくださいね今後も倉持ゆかさんの一層の活躍を期待し応援していきましょうご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは女優モデルアイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録と高評価 よろしくお願いします